今日は JQ カードエポスゴールドについてお話しします。JQ カードエポスゴールドはポイ活好きの人には人気のカードとなっています。実は僕のメインカードでもあります。なぜこのカードが人気かというと JR キューポというポイントが貯まるからです。この JR キューポっていうのは T ポイントとかポンタポイントとか A 久不滅ポイントとかいろいろなポイントと交換ができるんですよね。また、 t ポイントとか永久不滅ポイントから JR キューポンにすることもできるんです。しかも、ミク c M にチャージして使うことで還元率を最大2.5%にすることもできます。ということから、このカードが結構人気なんですよね。ただ、このカードはインビテーションからしか作ることができませんでした。それが、なんと、インビテーションなしで作ることができるようになったんです。 11月18日からアミュプラザ店頭で入会ができるようになりました。ただ、アミュプラザは九州にしかありません。ですので、九州から離れたところにお住まいの方は、やっぱり今まで通り修行するしかないかもですね。もしくは旅行とかで九州に行かれた際に作るのがいいかと思います。インビテーションなしで作った場合の年会費なんですけど、 なんと、初年度は年会費無料で、年1回の利用で翌年度の年会費が無料になります。しかも、年間で50万円以上使った場合は、それ以降は年会費が永年無料になります。年会費は一応5000円となっていますが、普通に使っていれば年会費を払うことはなさそうですね。なんとかしてアミュプラザに行きさえすれば、 インビテーションなしで作ることができて、しかも年間50万円使うっていうのもあまり気にしなくてもいいです。これは嬉しい変更ではないでしょうか。JQ カードエポスをお持ちの方はアミプラザに行ってゴールドカードに切り替えることができます。普通のエポスカードをお持ちの方も一度 JQ カードエポスに切り替えることでアミプラザに行ってゴールドカードにすることができると思います。エポスカードから JQ カードエポスへの切り替えはネット上からできます。切り替えるための専用ページとかは特になくて JQ カードエポスを普通に申し込んだら自動でエポスカードから JQ カードエポスに切り替えがされます。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。今日は久しぶりにシェアハウスではない中目黒のはい、こちらで撮影をしました。浜ゆっこは今日も お休みです。実はその辺で寝ています。ちょっと体調不良でして、少しお休みしているんですけど、元気になったらまた動画に出ます。ですので、もう少しお待ちください。今回の動画が良かったっていう人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ